午前7時、中土佐町の上の海漁港です。おはようございます。はじめまして、よろしくお願いします。漁に同行させてくれたのは、漁師歴30年の出来義則さん、72歳です。早速船に乗り込み、漁港からおよそ2キロ離れた漁場に向かいます。上の海では先月16日から伊勢エビ漁が始まりました。しかし先月末から日本に接近した台風16号の影響で、仕掛けた網がちぎれたり、かかった伊勢エビが死んでしまうなどの被害が出ました。台風にもみくちゃにあったんやけど、エビもおったけどね、半分は死んじゃったね。ゼロはないとは思うけどね、わかりません。漁場には5分ほどで到着。海底に仕掛けた長さ200メートルの網をローラーで引き上げます。なかなか取れないと思ったその時、あ、来た。あ、来ました。来たね。あ、これ来た。ほら、2つ来たね。あ、すごい、2つも来た。大きいですね。あ、まあ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 のタイプやね。すごい、初めて見た。一気に2匹ゲット。さらにサイズがいい形ですね。うん、綺麗。生きがいい、大きい。わー今日は1時間で14匹の伊勢エビが水揚げされました。今年は小ぶりとのことでしたが、大物もちらほらといて、取れ高はまずまずです。怪我せんように。そうですね。重たい、ずっしり、そして大迫力、すごい大きいですねこれ。店頭に並ぶ伊勢エビが1匹およそ400グラムなのに対し、今日取れた特大伊勢エビは 1.2 キロと3倍でした。市場で競りにかけると5000円以上する高級品です。そんな高級伊勢エビを刺身でいただきました。大きい、いただきます。さすが取れたて。エビの味がとても濃くて、噛めば噛むほど甘みが出てきます。デキさんは水揚げした伊勢エビを毎年呉大正町市場などに出荷していますが、新型コロナの影響で取引先は減少しています。去年はコロナ前に比べておよそ3割売り上げが落ちましたが、コロナ禍でも家庭で美味しく食べてほしいと話していました。デキさんが取った伊勢エビは来月から呉大正町市場などで販売される予定です。中土佐町上の海の伊勢エビ漁は来年4月まで続きます。